こんにちは、クローズアップコザの時間です。キャスターの屋良あゆみです。本日は沖縄本島の中心に位置する沖縄市からお送りします。そのラインナップは、戦後目覚ましい復興を遂げた沖縄市、その歴史を紐解いていきます。沖縄市内各地で行われている体験型観光、沖縄市ならではの体験とは。全国各地のアスリートたちが使用するスポーツコンベンションシティを紹介。そしてコザゲート通りで開催されています沖縄国際カーニバルの会場から中継をお送りします。まずはじめに沖縄市の概要について紹介したいと思います。リポーターの石原さん。はい、石原です。沖縄本島中央部に位置するここ沖縄市は、沖縄県で那覇市に次いで2番目に人口が多い市で、沖縄都市圏を構成する中心都市となっています。鉄道のない市としては日本一人口が多い市なんです。また嘉手納基地などの米軍基地を多く抱える事情から、国際色が豊かであり、独自の文化を持つ沖縄県の中でも特に独特の雰囲気を持っています。そんな沖縄市ですが、現在のような形になるまでに様々な激動の時代をくぐり抜けた場所なんです。以上、石原萌がお送りしました。石原さんの報告でした。この沖縄市は現在のような形になるまで様々な激動の時代をくぐり抜けた場所だと言われています。実は皆様にお届けしているこの場所、沖縄市に関する様々な歴史資料を展示しています沖縄市戦後文化資料展示室、ヒストリートと呼ばれる場所なんです。ここはアメリカ統治時代の沖縄、コザをリアルに体験できるところ。Aサインバーを再現したカウンターや、ウイスキーやコーラ、ビール瓶などどれも時代を感じさせるものばかりが並びます。そんな沖縄市の歴史が詰まったこのヒストリートをですね、資料館の石木克美さんに案内してもらいたいと思います。石木さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ここには生活感にあふれたものが並んでいますが、この展示物は一体どんなものなんでしょうか。夜間であったりとか鍋であったり、これはですね、戦争中の戦闘機の残骸で作った、ジュラルミで作った道具です。そして弾薬庫、これは衣装箱に変わったり、ゼリカンというのはまた水煮に使ったりということで、生活の知恵を出して戦後生き抜いてきた、そういうものが詰まっているところです。石木さん、こちらはですね、はい、アメリカ統治下の時代に使われていたものなんですか。ここはですね、その米軍統治の時代のバーを復元したところです。基地と共存していた街っていうのが反映されてますよね。で、そういうその暮らしの中でですね、何か問題というか、そういったこととかは起こらなかったんですか。その米軍統治の時代というのは、米兵が起こす事件事故というのはやっぱりあったんですね。はい、毒ガスが漏れた事故、そして全軍労のこと、でそれらがやっぱり住民のその感情とか、でそれから怒りっていうんですかね、そういったものにも関わってくるってことだと思いますけども、1970年、12月の20日、コザ騒動、コザ事件、コザ民衆蜂起といわゆるコザ暴動というのが起きたんですね。1970年12月20日未明、コザの中心街で大勢の住民たちによって憲兵車をはじめとする外国人車両80台余りが放火される事件が起こりました。この事件はコザ暴動と呼ばれ、米兵の起こした3件の交通事故が発端だと言われています。事件の起こった要因には、25年間にわたる米軍支配や軍人・軍属による相次ぐ事件・事故、沖縄住民に対する差別や人権侵害などが挙げられています。石木さん、激動の時代を乗り越えてきた沖縄市なんですが、この今の沖縄市の形になったっていうのはいつ頃なんですか。もともとは五育村だったんですね。それが1956年にコザ市になりまして、カタカナのコザ市、でそしてその後1974年です。復帰の2年後ですね。はい、コザ市と美里村が合併して沖縄市が誕生するということになりました。それが今日まで続いているということになります。
1974年に誕生した沖縄市は、沖縄県内で初めて日本本土の地方自治法が適用された合併でした。一方で異文化の波は食やファッション、音楽、言葉、住宅建築などに影響を与え、コザ文化、チャンプルー文化とも称されるほど個性豊かな文化を現在でも育んでいます。沖縄市はもう本当に紆余曲折を経て現在の形になっていたんですね。石木さん、どうもありがとうございました、はいはい、勉強になりました。ありがとうございました、はい、沖縄市にはチャンプルー文化があふれているのがよくわかりました。さて、続いてのトピックスは沖縄市で行われていますさまざまな体験型観光を石原さんに取材してもらいました。沖縄市にはさまざまな体験ツアーがあります。まず最初に紹介するのはエイサー。エイサーの町沖縄市では本格的なエイサー体験をすることができるんです。沖縄市では観光客やエイサーを体験したことがない人たちにエイサーを実践的に教えるエイサー体験が行われています。エイサー衣装を身にまとい、初めて手にしたしめ太鼓を片手に四苦八苦しながらも参加した人たちは楽しそうに演舞しています。沖縄市ではこのエイサー体験の他にもエイサー検定があります。まさにエイサーの町ならではの試みなんです。できてるかわからないんですけど、いい感じだよって褒められた時は嬉しかったです。いや、やっぱ本場やなって感じですね。楽しかったですし、いや、なんか簡単にできるかなと思ったんですけど案外難しかったです。次の体験は夜の街を楽しむコザナイトツアー。こちらはコザインフォメーションセンターが主催している体験ツアーなんです。ライブハウスでお酒に酔いしれながら沖縄ロックを楽しむ、そんなツアーの内容が人気を呼んでいます。最後にご紹介するのはドル体験ツアー。こちらもコザインフォメーションセンターが主催している体験ツアーなんです。それではコザインフォメーションセンターの正木さん案内のもと、私もドル体験ツアー参加したいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、では最初のお店です。はーい、こんにちは。最初にやってきたのは中央パークアベニューにあるアメリカンピザマン。陽気なオーナースティーブさんの手作りのお店です。じゃあランチセット一つお願いします。はい、じゃあ合計8ドルですね。8ドル、はい、8ドル払いますよ。はい、じゃあお願いします。はい、すいません。はい、わー、来ました。チーズたっぷり、いただきます。最高、ありがとうございます。スティーブさん、美味しい。次にやってきたのはコザゲート通りにあるチャイナピート。陶器や小物類などの品揃えが豊富なお店です。あ、これとかどうですか。いいですね、まさきさん、これかわいいかも。沖縄、はい、じゃあ10ドルをお預かりいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。またお待ちしております。今回2000円を換金してこんなに楽しむことができました。沖縄市でしか体験することができないツアーだったと思います。まさきさん、ありがとうございました。楽しかったです、はい、今回ご紹介したものの他にも沖縄市には魅力的なツアーがたくさんあります。皆さんも沖縄市の体験ツアーぜひ参加してみてはいかがでしょうか。以上、沖縄市で楽しむことができる体験ツアーご紹介しました。はい、石原さんに伝えてもらいました。さて、沖縄市では体験型の観光を積極的に誘致しているといいます。町の人と観光客がつながることで人と人とのつながりができて、そのつながりこそが沖縄市にまた訪れたいと思ってもらうことにつながる。沖縄市はそういう観光の形を目指しているということです。さて、続いてはスポーツコンベンションシティとしても名高い沖縄市のスポーツ施設を紹介します。石原さん。
私は今沖縄市にあるコザ運動公園に来ています。ここ沖縄市では平成8年にスポーツコンベンションシティを宣言しています。一体どういう取り組みなんでしょうか、教えていただきたいと思います。池原さん、よろしくお願いいたします。このスポーツコンベンションシティ、一体どういう取り組みなんでしょうか。はい、沖縄市は温暖な気候に恵まれており、この環境を生かして地域に根ざしたスポーツを通し、健康で豊かな心と体を育て、活気と共感に満ち溢れたスポーツ交流の街を目指すことを目標に、平成8年スポーツコンベンションシティを宣言いたしました。なるほど、素敵な取り組みですね。では早速、私もコザ運動公園のスポーツ施設体験してみたいと思います。ではご案内いたします。はい、では早速体験してみたいと思います。池原さん、こちらはどういうマシンですか。こちらの機械は前後上下左右の振動により短時間で無理なくトレーニングやストレッチができる最新の機械となっております。最新の機械があるんですね。はい、これ振動と言ってましたけど、はい、どういう感じで。はい、こちらはプレートが前後左右上下に揺れることにより体に負荷がかかるトレーニングマシンとなっております。この中腰の姿勢ももちろん効くんですけど、さらに効きますね。そうですね、揺れることで負荷がかかるので。続いて私が体験するのはこちらの機械なんですが、これはどういう機械ですか。はい、こちらは高気圧キャビンと申しまして、はい、通常よりも高い気圧の中で酸素を取り込むことによりまして、うん、疲労回復などの効果が得られる機械となっております。おー、疲労回復、はい、この大きな機械の中に入るだけでいいんですか。そうですね、入っていただいて酸素を取り込むことで疲れが取れます。はい、少し動きにくいというか圧かかってますね。すごい、ちょっと少し体が重たくなるような感覚があります。でもこの中で入って疲労回復すっきりするということなので、うん、池原さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。温暖な気候に充実した施設スポーツコンベンションシティを宣言した沖縄市は、スポーツをする人にとって最適な環境なのではないでしょうか。スポーツコンベンションシティを宣言した沖縄市には、広島カープのプロ野球のキャンプをはじめ、日本陸上界のトップクラスの選手や北京オリンピック金メダルの女子ソフトボールチームなど、プロアマ問わず毎年数多くのスポーツ合宿が盛んに行われています。今後は各スポーツ施設も屋内スポーツの拠点や各種イベント開催の場として活用され、スポーツコンベンションシティ沖縄市の発展に寄与していくことが期待されています。さて、続いては国際色あふれる沖縄市の一大イベント、沖縄国際カーニバルの現場と中継がつながっています。石原さん。はい、はい、私は今国際カーニバルの会場に来ています。沖縄市のゲート通りを封鎖して周辺一帯が会場になっているんですよ。そして見てください、カーニバルパレードが横を通過しています。こんにちは、皆さん華やかで綺麗ですね。沖縄国際カーニバルは世界40数カ国の人々が暮らす沖縄市ならではの国際色豊かなイベントで、その前身の沖縄カーニバルから数えるとなんと20年以上も続いているイベントなんですよ。これぞチャンプルーです。いろんな国の人、音楽、踊り、伝統文化が入り乱れております。石原さん、すごい盛り上がりですね。そちらの熱気、こちらまで伝わってきますよ。それでは引き続き中継をお願いします。はい、これから沖縄国際カーニバルの目玉の一つでもある国際大綱引きが始まろうとしています。全長80メートル、総重量8トンもあるこの大綱を、東西に分かれて日本人、外国人が入り混じり綱を引っ張り合うというもの。一体どちらに軍配が上がるんでしょうか。はい、じゃあよーい、ゴー。はーや、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 はーや。さあ、東西ここで掛け声が下げているのをパワーアップしています。
私も綱頑張って引いたので、もう手がしびれて腰も痛くて、でもすごい楽しかったです。興奮冷めやらぬ中、この沖縄国際カーニバルの会場からお送りしました。さあ、2本目白熱の大空にはすごいです。歴史、体験、スポーツにイベント、さまざまな魅力にあふれるここ沖縄市。皆さんも沖縄市にぜひ足を運んで、その魅力を体感してみてくださいね。それでは皆さん、沖縄市で待ってます。